はい、台湾なんですけども、えー、国民党と民進党がですね、与党、野党、えーえー、国民党は野党ね、民進党が与党ですあ。日本の民進党と違いますからね、本物の民進党ですからね。日本の民進党はね、パクリですから。 アクリって言ったって中身全然違うんですけども、えー、台湾の民進党ですからね、えー、今の、えー、政権与党は、えー、民進党、えー、蔡蔡,さん蔡総統率いる民進党が、えー、これが。あの <coughs> えー、与党です。えー、それに対してですね、野党は、えー、これは国民党ですよね。えー、中国べったりの国民党。それに対して独立志向の強い民進党。まあ、こういう構造なんですけども、今回ね、統一地方選大敗を喫したんですよ。そして、えー、蔡総統がですね、えー、党主席辞任と。 まあ相当としては残るんですけどほらなんか来ましたねなんかほら盤石な、ね、体制を築いていた人がですね、えー、なかなか曲がり角に差し掛かっているとまあほらあのドイツのねメルケル首相もそうですよあんなに、えー、強かった。 えー、すごい強い政権だったんですが一気に崩れてですね、えー、結局党首を辞めることになりましたよねでイギリスのメイン首相もですねブレクジットでちょっとほとんど国内世論を束ねるのがですねほとんど難しくなってきてますねこれから一気に失速する可能性あります、えー、そんなふうにしてまあ世界のですね主要な国のリーダーがですね、えー、結構曲がり角に差し掛かっている中、えー、台湾は蔡総統が、えー、首席を辞任することになってしまいました これ日本にとってもです、ね、結構大きなインパクトがあります、えー、今後、台湾はです、ね、左傾かというか中国寄りにですね、えー、戻ってしまう可能性があります、まあ、元々、国民党政権がこれ前級、ねえー、前総統の,の,のところは国民党なんですけど国民党はもう完全もう中国べったりなわけですよ。で えー、国民党の時にこのまま中国と、ね、に近づいていくと台湾を飲み込まれてしまうと、えー、台湾も中国と距離を取らなきゃダメなんだって言ってですね独立志向の強い、えー、この蔡,、えー、そう蔡,さん蔡党首率いる、えー、この民進党が政権を取ったわけですよね。えー、ところが、それから2年たった今。<laughs> まあ中,間中間選挙じゃなくてこの統一地方選があったんですけどもここで大敗を喫して、えー、党主席を辞めることになってしまったそれで一気にこういう国民党が息を吹き返してきたわけです、まあ、物事というのはですねい一つの方向にずっと行くということはなくてやっぱりですね右に触れたら左に呼び戻しがあり左に触れたら右に呼び戻しがありというねこういうふうに行くものなんですけどもだからまあ国民党がバーンとね左に振り切っていっていたやっぱこれはダメだめだ 台湾は台湾で独立思考を持つべきだ中国とは一旦距離を空けるべきだそもそも中国経済はあまりよくないし中国と一緒に真珠なんかできないぞって言ってだーンとですね政権交代をして民進党が取った。そしたら、えー、ほらほ えー、民進党はあのやっぱり中国としっかり距離を取りつつっていう政策を取りますから中国が猛烈にいびったわけですよそしたらどうするって中国からこんなにいじめられてるじゃないかと、えー、中国様と和解すべきだみたいな話になって一気に国民党のですね、えー、人気に戻っていったわけですねいやここ本当は日本が出番なんですよ、えー、台湾の皆さんと中国と近づくのか日本と近づくのかどっちですかって言えばおっ だったら日本だろうってなるはずなんですよね。だから今は中国に近づくか離れるかの二択になっちゃってるんですよ。<laughs> だからいや日本日本に近づいたらっていうそこをねやっぱりしっかり示さなきゃダメなんですよ。そうすると彼らは中国から離れてても大丈夫だと自分たちは日本と組めるっていうのがあると中国から安心して離れてられるんですよね。 で、日本がそのまま突っぱねたままですと、中国に着くか離れるかとこの二者択一になったら、それはやっぱ中国に近づいた方が甘い蜜をね、吸えるからって言ってね、それは財界とかが中国と仲良くせえみたいな風になるわけだから。やっぱここは日本軍の出番なんですよ。いや、あの、民進党で大丈夫だと。 え民進党政権であれば日本とは有効なんだと。で、もしこれ国民党政権になったら中国に近づくかもしれないけど、いや、日本とは疎遠になるよ、いいのっていうね、そのぐらいね、ちょっと台湾の政局を揺さぶるぐらいのことを日本はしなきゃダメだと思うんだよね。まあちょっと読みます。<laughs> 台湾の次期総統選の前哨戦となる4年に一度の統一地方選が24日投開票された。蔡英文総統、あ、これ、朝日新聞ね。蔡英文総統への、えー、新任投票と位置づけられた選挙で、えー、与党民進党は地盤の高尾市長選で敗れるなど、首長の原油ポストを半減させる大敗を期した。蔡氏は党主席辞任に追い込まれ、2020年次期総裁選での再選にキー信号がもった。 蔡氏は同日夜緊急の記者会見を開き全ての責任を負うとして党主席の辞,意を辞任を表明した地方選では台湾全土で22県市の主長や議員などの選挙が行われた日本時間25日午前0時半現在主長選で民進党が当選を決めたのは6県市にとどまっている前回抑えた13県市のうち高尾市のほか台中市や、えー、京華市 えー、ギラン県ンンなどで敗北した、えー、一方、前回6県市だった国民党はすでに倍増の15県市で勝利したということですね。えー、蔡政権のもとで中台関係が悪化する中菅氏は中国から観光客を呼び込む菅氏ってこれ国民党の候補ね。 など主張、従来の党のイメージと一線を画す選挙戦術で、無党派層や若者に浸透し、地域経済や台湾の未来に閉塞感を抱く有権者の不満を救い取った。だからほら、中国と仲良くしたら、中国からお土産がもらえるっていうビジョンなわけよ。それに、そうか中国と仲良くしたら俺たちの生活良くなるんだって若い人が食いついちゃってるっていう。大丈夫か台湾。 だそこで日本が出てかいかなきゃダメだったのに大丈夫だと日本と台湾の関係があるじゃないかいや中国と疎遠になったって大丈夫なんだ日本と一緒にね反映しておこうじゃないかって日本が手を差し伸べたらあいいんだと中国と距離空いても大丈夫なんだってなったのにチャンスなんだけどなはいそして さらに国際面、読んでいい、きます。<laughs> はい、ここね、えー、台湾政権上にの対中関係悪化に不満そうそうこれ、ね、中国ものすごい戦略的に攻めてきてるんですよ。どういうことかというとね、ほら、あの反中政権ができたわけ、台湾にそしたら中国がここ2年間で台湾をいびり倒したわけですよ。だからこれに、 あのひよっちゃだめなんですね、ええ、ここを耐え抜かなきゃいけないんですよで、反中政権ができたからいびり倒したで国民が嫌気がさしてやっぱ中国様仲良くしてくださいってなるわけだからあ、そう仲良くしてあげてもいいよじゃあご褒美あげるねみたいなそしてふぬけにして最後は併合するつもりですからねええ だからねそりゃ、えー、中国と距離を取るっていう政権ができたらそりゃ中国がいびってくるでしょうこのいびりに負けちゃいけないんですそれを日本が応援しなきゃダメなんですよ中国,がいび中国からいびられてるみたいだけど大丈夫だと日本がいるから心配すんなって言ってやんなきゃ戦ってたんだから台湾は中国と距離を取るためにねでいびり倒されて国民がねへたってるわけよはい、まあ、とにかく読みます対中関係悪化に不安 蔡総統が当、えー、主席辞任を表明すると、新華社通信をはじめ中国メディアが一斉に速報を配信した。民進党の地方選での大敗は、台湾の少なからぬ有権者が蔡政権下で中台関係が悪化したとの不満を抱いていることも示している。 一つの中国原則を認めず、独立志向のある民進党の再政権の発足を機に、中台の公式チャンネルは途絶えていた。蔡氏は民意を後ろ盾に、中国に関係再構築を求めてきたが、今後はさらに難しくなると見られる。そう。だからね、え再、ー、政権ができてから、中台のえ交流、ね、政治交流はプツンと来てたんですよ。だから前の万永久政権はさ、 えー、中台首脳会談とかやってさえー、えー、ね政治ポイント稼ぎまして別に世界は冷めてたけどね最後レームダックになって終わる人がね、えー、直前になって中台首脳会談とかやってこれは歴史的だとか言ったけど別にそれ <laughs> 政治パフォーマンスでしょってみんながねはいはいっていう感じで全然盛り上がんなかったわけですよねはいえー、で片や、えー、再政権ができたら これ反中政権ですから中国としてはもういいっていうかあんたらと付き合わないからと、えっと、あんたら困るだけだからねええー、って言って関係を断って政治交流がプツッと途切れそれどころかもう国際的にいび,いびり倒したわけですねええー、まあどういびり倒したか読みます <coughs> 中国はこの間台湾と外交関係のある国々を次々と断交に導いたほか台湾への旅行客の縮小や中国で働く台湾人への優遇策の強化などな、えー、南織り交ぜて蔡政権や台湾の民意を揺さぶってきたそうですね台湾が国交 独立している国って三十何カ国三十カ国前後しかないんですよ。要するに中国は台湾だから、中国と国交のある国は台湾と国交を持てません。台湾と国交のある国は中国と国交を持てない。やっぱ中国と違った方がいいだろうということになって、ほとんど中国と国交を開いているわけです。台湾と外交関係を結んでいる国は大体いくつだっけ二十数カ国だか三十カ国だかそのぐらいですはそれしかなないわけですね。えー、しかもね大体南洋諸島の小さな国にです。 えー、だから虎の子のね、えー、仲間なわけ台湾のお仲間なわけところが中国がものすごい政治圧力をかけたのかものすごいお金を渡したのか知りませんですけどもそのうちの何カ国か次々と願いってだからオセロのねあの石みたいにパタ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 って、えー、何カ国か台湾との国交を断絶して中国との国交を結んだわけですよこれは中国の台湾に対するいびりなわけですええー へぇ、えー、そうなんだ。へ、え、ぇ、ー、反中態度へぇ、えー、君たちそんな政権持ってたら未来ないよって。<laughs> で、最大限の嫌がらせをしたわけですよね。はい。えー、それだけじゃありません。えー、台湾に行く中国旅行者を行かせなくする。中国が取る上等手段ですね。でも、中国にいる台湾人はすごい待遇が受けられてるみたいなね。いや、 でちゃんと強、ね、標準の意を表したらそれは手厚く保護してあげるけどもちょっとでも野心持ったら徹底的にたおあの叩くぞというまあこれはアメとムチですね中国がよくやる手段です中華思想ですから作法体制ですから中国の皇帝様はね、習近平皇帝がいて周辺諸国はね、えー、まあ徴考するわけですよね。えー で、尻尾を振ってね、ニコニコして貢ぎ物持ってきたとか、よしよしとかわいいやっちゃのとやると、尻尾を振らないとね、あの本当に石投げるわけですよ。<laughs> でえで、ー、友達を切っていくっていうね。はい。まあ、そういうことですわ。はい。さらに読んでいきましょう。 民進党の大敗で中国は、再政権に対する圧力が一定の効果を上げたと見て自信を深め、引き続き台湾の政治や経済などの面で攻勢を強めていくのは間違いない。そそう、うだからら、やっってね、いびったら あの台湾の民衆が中国様に何すさんも怒らせたら俺たちに生きる道ないぞとかなっちゃってるあこれ聞いてるわってなっちゃったわけねええー、外交関係を断っていくとかね、えー、その圧力をかけていくいやこれ台湾にの人って結局困ってるなとで中国さんはやっぱりお願いしますと助けてくださいともうすぐなるだろうということでね自信を強めてるわけですさらに 米隊韓の交換往来を認め武器を供与するなどして民進党政権を支えてきたアメリカに対しても中国側は今回の選挙結果を一定の牽制材料にする可能性もあると、えー、だからアメリカが、ね、台湾と仲良くするとかやってるけどもというか民意を見なさいとみんな中国と仲良くしたい人たちになってアメリカわかってる いうねえー、そういうようういいよなです、ね、カードにも使えるというわけです、はい、次期2020年総統選の構図は民進党と国民党に加え無党派層の動向などが入り乱れ複雑化しそうだ無党派層の動向は捉えにくいだけに中国側は新たな民意を意識した柔軟な台湾政策が求められることになりそうだ、はい、これ、ね、台湾の、ね、海の向こうの話じゃないんですよあの台湾はです、ね、日本にとってものすごい大きな意味がありましてもし台湾が中国共産党の手に落ちたら日本のシーレーンはです、ね ですねえー、相当悪影響を受けるわけです、はい、要するにね、えー、台中の、あのーまあ、大陸とねその台湾の間の海峡これ台湾海峡って言うんですけどこれ日本のタンカー、まあ、特に石油とか運ぶタンカーのほとんどは台湾海峡を通過するわけですねえっ 親日国であり親米国であるからそれで済んでますけどももし台湾が中国共産党のねえ元に落ちたら台湾海峡は中国の気分一つでいつでも封鎖できてしまうわけですよ。<laughs> これは日本にとってはですねかなり大きな問題なんですだからえ台湾が中国の統治に落ちないことこれがですね日本にとっての生命線なんですね。ね でせっかく、ね、中国と距離を取ろうという政権ができたのにいびられていびられて国民がもう中国様にねちゃんと謝ってまた仲良くしてもらおうよって空気になっちゃってるわけここはねもう本当に今もうここで戦わなきゃいけないんですよ、えー、だからどうか日本はね日本は台湾と国交もないわけです、えー で台湾と仲良くしようとすると今度、中国から嫌がらせを受けるそれで経団連とか嫌がって中国様が怒ることするなとか言ってるから結局、日本のです、ねえー、政治権力もです、ね、台湾に対して、えー、その救いの手を差し伸べることもできないわけで私はもう以前から言ってますけど日台は、ね、あの同盟国を組むどころか連邦を組むぐらい組むべきだと思ってるんですよ。台湾はやっぱり落ち着きどころが欲しいんです。 えだって国家であるのか国家じゃないのかもよく分かんないわけですよね、えーえー、で、えー、承認国家として承認してくれる国もどんどん減っちゃってもう30個切ったりとかしてるわけじゃないですかそれを考えたらですね、えー、台湾というのはじゃあ自分たちが何者なのかどういう国なのかこういうポジションをですねしっかりとお安定したものが欲しいわけですよそれを日本が与え,られる,与えることができるわけですから、えー、連邦を組もうって。 <laughs> これすっごい効くと思うんですよねそしたら中国にすり寄るのかもしくは日本と友好関係を持ってそれによって台湾の独自性を守っていくのかどっちですかと言ったらですねそりゃ日本と一体となって台湾は台湾の独自性を守るっていうそういう未来のビジョンが見えるはずなんですよねはいそして恐ろしいことになりましたよ見てください左がね2014年の選挙結果ですよこの緑のね 部分が、えー、民進党ですね青い部分が国民党なわけですよで今回選挙やったら右が、はい、オセロのね石じゃないですけどパタパタパタっと変わってですね青になっちゃったわけですねしかも高オっていうのは民進党の地盤中の地盤だったのそこが持ってかれたからもうほとんどショックなわけですよねですからここ2年間だから中国と距離を取ったことによってですねあの民衆が 怒、えー、り始めてるといや中国の機嫌を損ねるなというふうになっちゃってるというねこれはですね これは本当におあの日本に対しても有識事態なんです台湾をしっかりとつなぎ止めてあんま中国の方についあの吸い込まれていかないようにしなきゃいけないやっぱりねこうやって右から左に、ね、揺さぶられてね動くんですけども今ねいい感じでねこの、えー、蔡さんが頑張ってきたのが逆にもう息切れをして今度ストーンとこっちに戻ろうとしてるとこれをストーンと戻らずして途中で ある程度キープすることができたら今度はまた向こうに大きく行く可能性もあるわけですからねはい、えー、結局やっぱりね金なんだよねなんだかんだ言ってもやっぱり経済なわけですよ中国と距離を取って経済的に困窮したら誰もついてこないだから日本だというわけですねいやーこれ日本が踏みとどまらないと本当に台湾どこ行っちゃうか分かんないですよはい これははちょっと危機感を私は覚えますけどもね、台湾に関してもし詳しく知りたい人がいたらねほらあの、えー、もう何年か前ですけどもあの台湾特番でやってますからあれ是非見てほしいですねあれ見ると台湾の政治の状況がですねよくわかると思いますからよかったらねチャンネル会員になっていただきまして特番でね見てほしいと思います。